そう、今年はね、ちょっとゴールデンウィーク10連休やけんね。みんな楽しんで過ごしてくださいまし。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンションを見てこう。友達マークが、ハートは、あ、なんかアイナの部屋にも友達マークあるけど、なんか喧嘩のような気がする。どう、ほら怒ってる。どういうことやねん。 どういうことなん。何に怒ったん。なんだいなんだい。お、あったんと。なんなん、何があったん。仲直りしよう、とりあえず。それじゃあかき氷でも。いやー、そろそろあれやね、かき氷が美味しい季節になってくるね。いいねいいね。 てか夏祭りの季節がやってくるやん。まだ春やけど。まだか。まだ、1ヶ月ぐらいあるんかな。え、てか全然機嫌直ってないし、ちょっと。ちゃんとして。はい、バナナ。いただきます。ほいほい。バナナは栄養があるけんいいんよ。朝バナナとかね。ちょっとどういうこと？私バナナ好きやけんね、普通に。じゃ、機嫌直せって。それじゃあ、扇風機。はい。今はそんな気分じゃありません。どういうことよ。扇風機な気分じゃないってどういうこと？暑いんやけんさ。じゃ、なんかそよっとした風を浴びるとか全然いいやろ。はい。ちょっと聞いてみてもいいですか？オルゴールだってそんな気分じゃないってなりそうやけどね。基準がよくわからないよ。穏やかな気持ちになりますね。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。なんかさ、前回赤羽さんと別れそうになったけど、今どんな感じなんやろ。もう関係はよろしくなっとんかな。一応やり直すことにはなったけど。さあ、どうなん？私、あったんのこの帽子の色めっちゃ好きなんやけどさ、ちょ、なんか髪の毛と一体化しそうな感じよね。この間はごめんなさい。そんなふざけた格好で謝りに来ちゃって、大丈夫なんすか？こちらこそごめんなさい。あったんも懐が、懐が広い。懐が広い、懐が深い。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。ちょ、赤花さんとの関係を見たいです、私。とりあえず服。今回何の服にしよっかな。お笑いの服。でもなんかいまいちなんよね。王様セット、カウボーイ、カエルのロンパースにしよう。ロンパースって何？ ちょ、いまいちよく分かってないんやけど、ロンパースって何なの？なんかパンパースみたいやなって響きだけ思いつもありがとうございます。私からのお返ね、しで宇宙人の服の時と同じような感じやね、作り的には。お宝、銀貨をもらいました。お礼にこれもあげます。ほいほい。自重品、毛染めスプレーをもらいました。お気に入りの服も着るだけでいいことがありそうな気がします。君にお気に入りの服はあるのかしら。 謎やけど。あ、一応赤花さん満足なんよね。まあ、不満はなくなったみたいでよかったよ。さあ、それじゃあ上の方におったアウンくん怒ってる。アウンくんっていうスムが喧嘩してるってことかな。入るよ。今ちょっと不機嫌です。とりあえず、あー、なるほど、やっぱりスムくんなんですね。 楽しい。ちょ、疑問系になってしまっとる。はい、とりあえず機嫌直そう。ほらほら、クレープでも食べて。いただきます。ほいほい。どう？でもまだ喧嘩した件ってさ、めっちゃ、あいつもう無理嫌いとかいうわけではないんよね。ブランコ。はい、風になろうちょっか。と天井からぶら下げてみます。てか、扇風機が気分じゃなくってさ、ブランコは気分っていうのはどういうことなんやろうね。ナイス。あれなんかな、こう、ドラマとか漫画とかで、なんか失恋した時とか、仕事クビになった時とかに、思いっきり言っちゃって。なんかブランコ、公園のブランコで一人で、ね、おるおじさんとかさ、いろいろあるやん。
ああいう感じなんかな。落ち込んだ時はブランコみたいな、そんな発想全くないんやけど。今風になった気分です。どう、気分晴れた？気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。あれってか二人同じ服着とるやん。お揃い。いや仲良しすぎやろ。仲良しすぎやろ。この間はごめんなさい。色も同じやしね。ちょっとびっくりしたんやけど。許しません。なんで、もしかして同じ服着とることが気に入らんとかそういうことやないん？喧嘩の原因違う、何でもかんでも真似しやがってみたいな。でした。どっちがかは知らんけど、まあまあまあ、そのうちきっと仲直りできるよ。人生そううまくいかないものですね。大丈夫大丈夫、時間が解決してくれるよ。めっちゃ落ち込んどるけど。はい、それじゃあユニポンちゃん入るよ。ミニユニポンちゃんかわいいわ。遊ぼう遊ぼう。食べ物お宝ダブルシルエットクイズ。重なった2つのシルエットはそれぞれ何のアイテムなのか、3つの選択肢から2つ選びましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。シルエットクイズ第1問。第1問、これは何と何でしょう。虫眼鏡とカス汁。答えはカス汁と虫眼鏡で。シルエットクイズ第2問。第2問、これは何と何でしょう。おー、全くわからないんだけど。何？全くわからんぞ。ゲーム&ウォッチとゼリー。答えはゲーム&ウォッチとゼリーでした。終わってた。シルエットクイズ最終問題。とりあえずお椀はないかなと思って。これは何と何でしょう。マンゴーしかわかんないんだけど。マンゴーしかわからないよ。鈴が混じってる。ちくわ多分。鈴とマンゴーでした。うわ、わからんって。わからんって。ちくわ多分もうちょっとなんか上に出てそうな感じがした。おめでとうございます。ありがとう。ちょっと難易度高かったよ。どれか選んでください。じゃ一番大きいので。お宝バスケットボールをもらいました。ありがとう。私とアズ SAKU どっちが持てるのか気になります。そんなこと気にしちゃいかんよ。ユニポンちゃんやっぱり自分が一番モテてないときっと気が済まない感じなんやな。はい、おかゆでもどうぞ。さっき問題の中にも選択肢に出てきたおかゆ出すか。まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。はい、それじゃあちょっとみんなに募金を募りに行きます。さあみんなじゃんじゃん入れてって。いいねいいね。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。みんな結構なんかシュッて音がするぐらいの勢いでは入れよるよね。はい、それじゃあ今回も、歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるのでちょっと聞いていきたいと思います。今回はね、グループの曲で、グループ自体は、ひまのお達也さんが作ってくれた時をかける一族、前に他の歌を歌ってもらったメンバーなんだけど、歌の歌詞の方はキラリチャンネルさんが考えてくれたもうすぐゴールデンウィーク。はい、聞いていこう。ラップの曲ね。大型連休、4月に続き日からの10日連休、皆さん行こうや、手が持ちない飲み気をつけたなら楽しくゴールデン過ごしてください。いいね。いいね。そう、今年はねちょっとゴールデンウィーク10連休やけんね、私には全く関係のないことだけれども、全くもって関係のないことだけれども、みんな楽しんで過ごしてくださいまし。
ほんとね、事故とか事件とか起きんように。大丈夫？そやかぜさん、ちょっと顔とか砂だらけになってないですかね。こういうところでさ、なんかこう話しかけれたりとかね、したら面白いのに。そして、あ、いいねいいね演奏中、多分こうスタジオで何かしらの歌とかダンスの練習をしよったアイドルがちょっと抜け出して路上パフォーマンスをしよるアーティストの曲を聴きに来たっていう感じ。歌まで歌いよったらいいのね、あれ。はい、そして公園。誰かが歩き寄るような音が聞こえるけど、あ、てかまだ桜咲いとんやん、このトモコレの中では。もうね、すっかり桜も散って葉っぱしかないけど現実の世界では。一応トモコレの中では4月が終わるまでは咲いとる感じなんかな、多分分からんけども。はい、そして喫茶店。あれ、さっきまで噴水広場でギター弾いてなかったえ、移動早、もうすっかり終わってケーキ食べてるわ。そこはケイさんと一緒に来ないのね。まあ来ないか、観客やしはい、それじゃあミニニュース見てこう。2時になりました。ミニニュースを伝えします。お願いします。巷で大人気のチャレンジ企画にあの瞬間が挑戦しました。巷で大人気のチャレンジ企画って何なんやろ、 YouTube か。ロケット花火で宇宙に行くというチャレンジです。え、でもそういうのありそうじゃない。の心配もよそに、私が住んだら愛媛とかはまあないけど、東京とかおったらね、なんかテレビの撮影だけじゃなくって YouTube の撮影しよる人もその辺にうじゃうじゃおりそうな気がする。チャレンジはあえなく失敗しました。大変危険ですので、絶対怖いと思う。ロケット花火とか、ロケット花火で宇宙とかさ、あれじゃない、自分の体結局丸出しじゃない大丈夫なんかな、息できるの、酸素ボンベみたいなのあるのか。ありがとう。はい、それじゃあちょっと一軒家の方見ていこうか。そう、またね、前回言った子供たちがね、生まれたんよ。あれ、そよかぜさんももう家に戻ってきたんよね見たいテレビがあったんかな。で、ね、今回生まれた子供たちが、あ、そう、ここをね、ともやくんとのやりちゃんのところもまあ生まれてるし、これはまあ前回ライブ配信の時にも言った生まれた子たち。そしては前からおるね、うん、あ、そう、キングとのりちゃんとかもね、生まれたんよ。なんかね、結構な子守り手伝おっか。ちょっとね、どうしたっていう感じの名前になったんやけど、尻に敷かれりちゃんになったんやけどありがとうございます。尻に敷かれりちゃんになったんやけど、あゆなのそっくりさんだよ。なんかさ、キングの名前がさ、シェザキングシリニシカレッティーのやけんさ、そこから取ってしまって、シリニシカレリちゃんになったんやけど大丈夫かな、グレンかな将来あー、ごめんね。はいはい、これぐらいの感じですか。あー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 、どう、いい感じ。これって自分からこもりに来た場合は終わりがないんかな。なんか前から、前もそういう感じやったような気がするね。そう、キングとノリちゃん、セザキングシリニシカレッティーノの、シリニシカレッティーノの方が取られてけんねんそれとノリちゃんでシリニシカレリちゃんで、ここがナダさんとユイちゃん、ここもね子供が生まれたけん。あと生まれたところはここもやったっけ、え、ここはまだか。でもあそこももうすぐ子供を生まれる欲しいかなんかって言ったよね確か。ってことはそろそろかな。で、ここも吉原くんと彩香ちゃんのところはまたね、新たに子供が生まれたけん、かわいい、いいね、イクメンいいっすね、イクメン。ああやって一緒にお世話してくれる感じ嬉しいんやろうな、奥さん的に。
さあそれじゃあ今日はなんか遊びたい子たちがいっぱいいるのね。ということでじゃあ最後ミラさんと遊んで終わろうかな。一緒に遊びませんか。遊ぼう遊ぼう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか土俵に外に出すと勝ちです。はいスタート。最後の最後にちゃんと私が勝てるものが来てよかった。もう勝つ気満々やけど絶対勝つ。よし、オッケー。手加減なし。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。それか選んでください。じゃあ一番小さいので。お宝、黒板消しをもらいました。ありがとう。嘘もついたことなんてありませんよ。なぜそこでどもったんだ。確実に嘘をついたことがあるんじゃないか。はい、それじゃあ食パンでもどうぞ。いただきます。ほいほい。食パンもなんかアレンジレシピみたいのいっぱいあるけんさ、なんかいろいろ作ってみたいなって思うよね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあということで、まあ、また続々とね新しい子供たちが生まれたんやけど、あゆなとはるちゃんのところにはいつ子供ができるんだろうか。え、むしろなんでできないのって感じなんやけど、仲直りしたけんそろそろいいと思うよ。